ラルレジの青木です。本日もオンラインサインアップする商品をご紹介いたします。これからご紹介する商品は8月26日夜21時にアップされる商品です。サイズ金額状態等のお問い合わせはベルベルジンウェブストアの方にお願いいたします。詳しいことは下の概要欄に貼っておりますのでそちらの方チェックしてみてください。それでは、早速始めさせていただきます。結構チャンピオンティー本日多めですね。バータグ XL、の 100% コットンですね。グリーンボディに、ラバーで1段、自体可愛いと思います。スキットモア、若干ボディの全体的にちょっとね色がフェードとかちょっとシミ汚れ、飛んでたりをします。バックは無地ですね。1点ピンホールあります。この色の焼けた感じとこのプリントの感じすごくいいと思います。シンプルですね。サイズも XL で僕ゆったり着れるサイズです。こちらの方でお値段6800円に消費税です。続いてはトリコですね。 100% コットンラージ表記、白ボディにブラウンのラバープリントですね。デイビスフットボール、バックは無地です。ちょっとねサビっぽい汚れが、1点ポツッとあったりはしますが、全体的にボディのコンディションいいと思います。サイズ表記ラージで僕が、まあ、ちょうどよく着れるサイズ感ですかね。デイビスフットボールこちらで6800円に消費税です。続いてもトリコですね。こちらは88ボディの XL 表記、霜降り、霜降りにラバープリントです。ラバーオレンジと白ネイビーですね。バックは無地です。こちらもボディの状態全体的にコンディションいいと思います。特にダメージ等ないです。サイズも XL なのでしっかりゆったり着れます。こちらの方でお値段が6800円に消費税です。続きましても、チャンピオンティーですね。こちらは、90の、タグになります。で、サイズ容器ミディアムですね。グレーボディに一つこう染み込みっぽいんですけど一応ラバープリントになります。で、サイズ容器 2XL なんですけど、こっち 2XL なんですけどミディアム表記ですね。バックは、無地です。こちらも全体的にボディのコンディションいいです。まあ、サイズミディアムなのでちょっと僕が着るとパツッとするサイズかなと思います。こちらの方でお値段が6800円に消費税です。続いて、88ボディですね。 AT サイズ表記 XL、グレーシモフリに、ラバープリント3段、いいアーチだと思います。バックは無地ですね。こちらもコンディションすごくいいです。サイズ表記 XL でしっかり大きいですね。こちらの方でお値段が6800円に消費税です。続いては90年代ですかね頃の、チャンピオンの、T シャツですね。サイズ表記ミディアムの、バーガンディボディでハーバードいいと思います。バックは無地です。シンプルですね。シンプルハーバード、サイズ表記ミディアムで僕が、ちょっとピタッとするくらいのサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段が6800円に消費税です。続いて、90ですね。こちら、サイズ表記 XL の、こちらもバーガンディボディで、ラバープリント4段いいですね。こちら XL 表記なんですけどプリントの方は 2XL です。バックは無地ですね。XL で90なのでしっかり大きいです。でだいぶダボっと着れるいいサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段6800円に消費税です。続いてフットボールですね。こちら、バータグミディアム 100% コットン、赤ボディに、ラバープリントで、55番、バックはこんな感じですね。55に、まあ、ナンバリング、肩の方にも入ってます。ミディアム表記なので、僕はちょっと、ね、ピタッとするくらいのサイズ感になるかなと思います。55番松井ですね。こちらの方でお値段が6800円に消費税です。続きましても、フットボールです。バータグミディアム表記の 100% コットンでオレンジボディに黒のラバープリントですね。76、袖の方にも、ラバーで、リブライン入ります。でバックも76です。ミディアム表記で、こっち先ほどよりちょっと小さいかなって感じです。僕がだいぶパツパツで、着れるサイズ感ですね。こちらの方でお値段が6800円に消費税です。続いてちょっとボロめのフットボールですね。タグがこちらになります。赤ボディに、フットボールちょっと首周り、ふさってますね。
で、ラバープリントの白のラバープリントでいいアーチ描いてると思います。若干お腹周りペンキ飛びありますね。バックは無地です。赤がフェードしたすごくいい雰囲気出てるんじゃないかなと思います。サイズ表記もラージなので僕が、しっかりゆったり着れるいいサイズ感です。こちらの方でお値段6800円に消費税です。続きまして、スウェット類ですね。こちらはトリコのサイズ表記ラージ50-47.3%ボディですね。半袖の、チャンピオンのスウェット、いい霜降りです。でユタ州の、プリント、しかもフロッキーですね。カラーフロッキー。バックは無地です。サイズも L ということでしっかり大きめですね。僕が、ジャストぐらいのサイズ感にはなるかなと思います。こちらの方でお値段6800円に消費税です。続いてパタですね。パタ、こちらのタグです。でサイズ表記が XL、胸ワンポイントに波タグに波タグつきますね。いいです。グリーンも、ユーカリみたいな色ですかね。色もすごくいいです。はい、サイズ表記 XL でしっかり大きいですね。だいぶゆったり着れます。こちらの方でお値段が、6800円に消費税です。続いては、タグがこちらになります。サイズ表記がラージ表記の50-50ボディですね。白ボディに、ラバーで、ウエストバージニア、ちょっとこうリバースのオハイオみたいな感じですね。かっこいいです。でバックは、こんな感じで無地ですね。サイズもラージでしっかり大きいです。僕ゆったり着れますね。いいと思います。かっこいいウエストバージニア。こちらの方でお値段が7800円に消費税です。続いてラッセルですね。ラッセルのサイズ表記 XL90s です。こちら、ハーフボタンの、裏地がねこう変わってるパターンですね。でネイビーボディです。全体的にコンディションかなりいいと思います。はい、特にねダメージと汚れないです。サイズ表記も XL ということでしっかり大きいですね。ゆったり着れます。こちらの方でお値段が7800円に消費税です。続いてラルフですね。こちらタグがこちらになります。ミディアム表記ですね。こちらフルジ、ハーフジップのタイプで胸に、ポロの、ワッペンつきます。グレーボディに、リブライン切り替えの、バックはこんな感じです。若干色の移りがありますね。ちょっと紫の色移りありますですが、ミディアムサイズ、僕がジャストちょうどよく着れるサイズ感です。はい、意外と出てこないですね。こちらの方でお値段が7800円に消費税です。続いて、こちらですね。タグがサイズ表記 XL 50-50ボディ、白ボディの、ラバープリントでスヌーピー、かわいいですね。一応コピーライトは58年で入ってます。バックはこんな感じ、無地ですね。サイズ表記ラージですが、実寸が M ぐらいかなっていうサイズ感です。僕がかなりピタッとするサイズ感になります。こちらの方でお値段6800円に消費税です。続いてナイキですね。ナインティのナイキの、サイズ表記ラージ、ブルーボディに、ピースマークですね。いいと思います。若干こう色あせ等はありますが、珍しいプリントかなと思います。バックにも入ってますね。しっかり逆に青っていいのかなって思います。サイズ表記ラージで、僕が、ちょうどよく着れるサイズ感です。ゆったりめに。こちらの方でお値段6800円に消費税です。続いてリバースですね。こちらタグ90の刺繍タグ、サイズ表記ラージ、ターコイズブルーになります。こちら袖の方が内縫いになってますね。珍しいです。でしかも目なし、若干色のちょっとこう汚れはありますが、なかなか出ないアイテムかなと思います。目なしの内縫い、珍しいですね。サイズ表記もラージで、しっかり大きく着れます。こちらの方でお値段19800円に消費税です。続いては、こちらも刺繍タグ XL です。でこちらちょっとダメージ系ですね。リブ、首のリブがちょっとダメージで腐ってます。プリント染み込みのウィスコンシン、いいですね。小さいプリント。バックは無地です。
袖の方もちょっとこうダメージきてるボロ系リバースですね。いいと思います。サイズ表記 XL でしっかり、大きく切れます。こちらの方でお値段 15,800円に消費税です。一名ですね。こちらタグが XL 刺繍タグで、グレーボディにカリフォルニアバークレー、いいですね。コウスケさんが好きなやつですね。バックは無地です。全体的にこちらコンディションいいです。サイズ表記 XL で、まあ、僕ゆったりしっかり切れます。こちらの方でお値段が 15,800円に消費税です。続いてパーカーですね。こちらは刺繍の XL で目付きの赤ですね。コンディションこちら全体的にかなりいいと思います。若干後ろの部分に、薄くシミ がありますね、はい、それ以外は特に問題なしです、まあ、赤シンプルにいいと思います。ちょっと敬遠されがちな色ですけど、サイズ表記 XL で、まあ、僕ゆったり着れます。こちらの方でお値段 17,800円に消費税です。続いてこちら、タグが刺繍の XL でスモークブルーですね。カラーはでこちらの部分に刺繍でチャンピオン、ちょっとチンピオンですね、チンピオン、刺繍で、バックはこんな感じです。若干お腹周りに薄くシミ汚れはありますが、そこまで目立たないです。まあ、サイズが XL なのでこちらも僕ゆったり着れるいいサイズ感です。こちらの方でお値段が 19,800円に消費税です。続いて赤のプリントですね。トリコのケアタグ付きのタイプです。で赤の、赤ボディに、いいひび割れのプリントだと思います。1段、ちょっとお腹周り若干薄汚れ等あります。バックは無地ですね。この雰囲気、ひび割れの雰囲気すごくいいと思います。サイズもトリコの XL で、僕すごいゆったり着れます。こちらの方でお値段が 19,800円に消費税です。続いてこちらはナインティですね。ナインティの、刺繍タグ XL でこちら目付きもシンプルにグレーの目付きのパーカーですね。全体的にコンディションいいと思います。はい、サイズ XL で、しっかりゆったり着れます。こちらの方でお値段が 17,800円に消費税です。続いてもリバースパーカー、こちらは AT ですね。 2XL 表記、グレーボディにノートルダムラバー1段です。バックは、無地ですね。こちらも全体的にコンディションいいです。サイズ 2XL なので、気持ち着丈長めかなっていうサイズ感になります。 ですが、まあ、結構ゆったり着れると思います。こちらの方でお値段 19,800円に消費税です。続いてパーカー、こちらは、刺繍のラージ、グレーボディに、黒と、ローズみたいな色ですかね。ちょっとバラ色っぽい色のラバープリント2段、いいと思います。珍しい色ですね。こちら全体的にコンディションかなりいいです。リブもまだまだ伸びてないですね。サイズ表記ラージでちょっと作り小さめなのかなと思います。僕がちょうど、まあ、ちょっとゆったり着れるぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段が 19,800円に消費税です。続きまして、こちら80年代のサービスシューズになります。こちら内側ちょっと見ていただきたいんですけど、87年、会計のものになります。でサイズ表記が、9ハーフですね。ちょっと見づらいですがここです。まあ、全体的なコンディションとして、まあ、全体的にユーズド感はあります。はい、まあ、後ろはこんな感じですね。若干かかと減ってるかなという感じですが、まあ、まだまだ履けるかなと思います。はい、こちらのサービスシューズでお値段9,800円に消費税です。続いて、ジェイルですね。ジェイルの着火ブーツになります。こちらサイズ表記の方がちょっと内側、読み取れないんですけれども、まあ、実寸僕さっき履いてみて8ハーフぐらいなのかなっていうサイズ感でした。全体的に、まあ、ユーズド感あります。ですが、かっこいいですね。かかとの方はこんな感じです。ちょっとスチールついてますね。はい。かっこいいです。
こちらの方でお値段が 19,800円に消費税です。続きまして、ジャケットですね。こちら60年代のホスピタルジャケットになります。サイズ表記42です。まあもうオールホワイトですね。若干ちょっとこうサビ汚れっぽいものはあります。全体的にはコンディションいいと思います。ボタンの欠損もないですね。でバッグはこんな感じです。もう白無地シンプルで、爽やかかなと思います。サイズ表記42なのでちょっと僕大きめですね。はい、こちらの方でお値段7,800円に消費税です。続いてこちらは、この間も紹介しましたね、ラルフのデニムのスイングトップです。でサイズ表記 S の裏地付きですね。裏地赤、コスケさんのインスタに載ってたやつですね。で胸に、赤ポーに若干薄くシミはあります。ですが全体的に色、いい感じで落ちてますね。デニムもバキバキで、まだ状態は全然着れる状態です。サイズ表記 S なので僕が、ちょっとピタッとするサイズ感かなと思います。ちょっとゆったりめぐらいですかね。こちらの方でお値段が9,800円に消費税です。続いて、P58 ですね。はい、こちらサイズ表記の方がちょっと読み取れないですね。はい、ですが、まあ、パッと見、まあ、16、結構身幅しっかりあって大きめかなと思います。しっかり、ステンシル入ってますね。 USMC、まあ、若干薄くオイル汚れ等はありますが、P58 なかなか見ないかなと思います。探してる方も多いですね。まあ、作りがシンプルにかっこいいと思います。サイズだいぶ大きめですね。身幅がすごい大きいです。はい、だいぶゆったり着れます。いいシルエットかなと。こちらの方でお値段7,800円に消費税です。続いて6号フィッシュテールですね。サイズ表記ラージになります。こちらライナーと、まあフードの方はつかないです。全体的なコンディションとしてちょっとこうリペアがあったり、ちょっとこうすれがあったり、まあ、雰囲気ある6号なのかなと思います。でバッグはこんな感じですね。全体的にユーズド感はありますが、すごくいい雰囲気出してると思います。サイズ表記ラージなので、だいぶ大きいですね。僕がダボーっと着れるサイズ感になります。逆にすごく大きく着ても、いいのかなと思います。こちらの方でお値段25,800円に消費税です。続きまして、パンツですね。こちら、ベイカーになります。サイズ表記の方がミディアム表記です。はい。古めのタイプですね。しっかりボタンフライです。バックはこんな感じですね。アジャスター付きの初期タイプですかね。はい、ちょっと裾の方がステッチがなんか多分おそらく上げてたのを、まあ、ステッチはほどかれてるみたいな感じですが、全体的に、特にダメージなく全然履ける、まだまだ履けるコンディションですね。実寸で、3332です。ちょっと大きめですが、ここら辺のサイズ入る方多いんじゃないかなと思います。こちらの方でお値段7,800円に消費税です。続いて、こちらは一発古いタイプですかね。34ニック表記の、75年会計の、まあ、ボタンフライですね。アジャスターはつかないタイプになります。こちらちょっとお尻の方にポツポツとダメージがあるぐらいですかね。ですがサイズすごくいいと思います。実寸で32ニック。いいですね。僕ちょうどよく履けるサイズ感です。ベイカー。こちらの方でお値段7,800円に消費税です。続いて、519ですね。珍しいカラーだと思います。はい。ジッパーが、リーバイスジップ使ってます。でバッグはこんな感じですね。全体的にコンディションいいです。はい。519。色が、なんて言えばいいんですかね。深緑というか、ブルーというか、結構珍しいです。実寸3630、ちょっと大きめですがサイズ入る方すごくいいと思います。こちらの方でお値段が7,800円に消費税です。続きましてこちら509ですね。519のデニムでコインポケット付きのタイプになります。ただまだ全体的に色は残ってるのかなって思います。でここまあしっかりパッチも残っていて3132表記、もちろんオレンジのタブつきます。ジッパーの方は、リーバイスジップですね。こちら実寸で3032、こちらも僕がちょうどよく履けるサイズ感かなと思います。ちょっとレングスは、折っていただいて履く感じがいいんじゃないかなと思います。こちらの方でお値段9,800円に消費税です。続いても、509ですね。はい、
ちらも、先ほどのものよりは若干濃いのかなっていう印象です。でジッパーは42タロンですね。でバッグはこんな感じで、ちょっとこう表記読めないですが、サイズの方は3230表記ですね。もちろんオレンジタグもついてます。レングスもオリジンですね。シルエットがやっぱ519と変わらないシルエットなのですごくいいと思います。実寸で32ニックではめっちゃいいサイズですね。はい、こちらの方でお値段が9800円に消費税です。続いて501ブラックですね、はい、ボタンフライの、だいぶ黒ですね。黒しいです。で後染めのタイプで、表記が、3630、ちょっとここにねステッチのほどけあります。ですがいい黒ですね。はい、実寸で3530、こちらもちょっと大きめです。僕には大きめですが、大きく履いてもかっこいいですね。こちらの方でお値段が12800円に消費ですね。スーパーブラック。続いても501のブラックですね。こちらも後染めのタイプです。バックはこんな感じですね。3432表記、特にこう先ほどと違ってノーダメージですね。若干色は先ほどの方が濃いかなと思います。ですがサイズすごくいいです。実も変わらず3432、まあゴールデンサイズですね。はい、こちらの方でお値段12800円に消費税です。続きまして、505ですね。こちらはジッパーがリーバイスチップになります。サイズちょっと大きめですが、めちゃくちゃいい色落ちかなと思います。しっかりヒゲ出てますし、はい、ね、濃淡もはっきりしてますね。ちょっとこうダメージはありますが、すごくいい色落ちです。なかなかないと思います。でバックはこんな感じですね。パッチの方はちょっと欠損しちゃってます。こちら実寸で、3832です。まあ、僕にはちょっとだいぶ大きいですが、まあ、このサイズ感でしっかりヒゲ出てるのは珍しいんじゃないかなと思います。まあ、サイズ入る方や、まあ、ギュッと縛って履くにはすごくいいものだと思います。こちらの方で、505、お値段が9800円に消費税です。続いても505ですね。こちらはジッパーリーバイスジップです。こちらも先ほど同様めちゃくちゃいい色落ちです。ヒゲブワー出てて、まあ、ちょっとノータンもはっきりしてますね。でバックはこんな感じです。パッチも残っていて、3630表記です。35ですかね。3530表記。505はもちろんタグも残ってます。こちら実寸の方で、3630。なんでちょっと僕には大きめですが、しっかりレングス短めです。いいですね。夏、まあ、まだまだ暑く、暑い日続くと思うんで、サンダルなんか履いちゃったりしていいんじゃないかなと思います。すごいいい色落ちです。こちらの505もお値段9800円に消費税です。本日の商品紹介は以上になります。アンドベルベルジンと渋谷パルコ店の方でも、ベース掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。